はーい、あつしでーす。はい、今回は失敗談を聞いていこうかなと思うんですけど、はい、3つ、何でしたっけ？はい、1つ目はですね、違う子を呼んでしまった話。はい。2つ目が、まだやってもらえないんですかっていう苦情が来た話。はい。3つ目は、なんでうちの子はこんな会話が少なかったんですか？他の子は多いのに。っていう話、はい、3つですね。ここのじゃあ3つについて詳しくお聞きしていこうかなと思います。はい。ちょっと面白い回になるでしょう。そうですね。はい。このチャンネルは自分のペットとお話ししたい人に向けて配信しております。チャンネル登録と説明欄の LINE アットの無料講座の登録よろしくお願いします。はい、それでは1つ目、違う子を呼んでしまった話についてお願いします。はい。はい、要するに、外れちゃったわけですよね。はい。亡くなった子と話してくださいって依頼を受けて、話しました。でも、すべてが間違ってたんですよね。なので、結構僕はガチガチに当てに行く方なんで、やんわりしたことはあんまり言わないですよ。なんか、夜の散歩行った時のことを覚えてるとか、って聞いたんですけど、夜に散歩なんか行ったことありませんとか、もうとにかく全部が外れてたんですよ。はい。なので、すいませんと、ちょっと違う子を呼び出してしまったみたいなので、はい、もう一度明日やらせてくださいって言って、仕切り直してもう一回やらせてもらいました。はい、それは、行けたんですか？はい。2回目は大丈夫です。それでなんで起きるんですか？そういうのが。亡くなった子なんで、似たような子が来てしまうことがあるっていうことですね。似たような子の同じ名前の子がいてるんですよ。ああ、世の中にはってことですね。世の中にはそうです、はい。しかも亡くなってるわけじゃないですか。何々ちゃんって言っちゃって、その子の何々ちゃんが来ちゃったっていう話ですよね。はい。そうなってしまうと、全く外れてしまうので、もうちょっと、こう、写真を何枚か送ってもらったりとか、ママさんの名前を教えてもらったり、何々さんが飼ってた何々ちゃん。呼び出したりとか。ああ、なるほど。はい。それはじゃあ頻繁に起こることが。はないですね。ということですよね。その、より詳細に聞いとけば、まあ写真が複数枚とか、はい、飼い主さんとかっていうのを聞いとけば、まあ問題にはならない。そうですね。っていうこと。じゃあそれ以来はそうされてるってことなんですか？そうですね。写真あるんやったら名前が持て。そうですね。ちゃんと、その子ってしっかり分かった上で、ただそれでも失敗するときっていうのはあるんじゃないかなと思いますよね。はい。なので、亡くなった子に関して言えば、生まれ変わってる可能性もあったりとか、はい、だから近く子を呼んじゃったりだとかっていう難しさがあるので、本当にこの子かなっていう確認をしてもらったらいいかなと思うんですよね。はい。なんかこう言ってるんですけど、これって当てますっていう確認を一番最初に取ってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、はい。取るようにしてます。なるほど。はい。これからね、アニコミやっていきたいよっていう方も、今の話はかなり参考になるってことですね。そうですね。この失敗を犯すことなく。そうです。いける確率は高いってことですよね。はい。なので、生きてる子を、まずはやってもらったらいいかなと思いますね。ああ、そういうことですよね。はい。わかりました。じゃあ、二つ目。はい。まだ話してくれないんですかっていう、苦情の。そうです。まだですかって言われて、はい、その次の日だったんですよ。で、明日ですって言ったんですけど、その方からしてみれば、私の依頼を忘れてて、うん、で、言われたから焦って、次の日って言ったんじゃないですかって思われちゃったっていう話です。ああ、要は、ちゃんと日程としてはこっちはスケジューリングしてたけどもってことですか？そうなんですよ。こっちがいつっていうのをやってたんですけど、いつに話しますねっていうのを伝えてなかったんですよ。ああ、なるほど。はい。それまで無料でやってたんで、はい、順番順番でやってたんで、順番来るまで待ってくださいみたいな感じでやってたんですね。はい、うん、で、1日2件するときもあれば、1日1件のときもあったりとかしたんで、この調子によってだったんですよ。その時は。うん、プロじゃなかったんでね。練習してた延長だったんで。なので、言うようになった瞬間に問題が起こっちゃったんですよね。うんうんうん。なるほど。そういうことか。それってでも、なんだろう。日程を依頼された時に、お互いの不備があったかっていうことですか？皆さんは、こういう失敗しないように、はい、この、何月何日の何時からお話しますねって、ちゃんと言っといてくださいねっていうことです。あー、なるほど。はい、それがなかったから、はい。なんか調子によって今日はやめとこうって最初ってやっちゃうんですよ。はい、なのでそれはしないで、絶対に何月何日の何時って決めたらやる。で、ダメだったら調子が悪いんであればずらしてもらうって。すいません、今日はちょっと調子悪いんで、明日にしてもらえないですかって言って嫌な顔されることは今までないんですよ。なので、ちゃんと日時を決めて、ちゃんと伝えて練習させてもらうっていうことをしてくださいねっていうことです。なるほど。確かにそれがね、伝わってれば、はい、飼い主さんからしても、全然問題ないと思うんですけど。そうなんですよ。確かにそれがないと、
まだですかってそれはなりますよねっていう話ですよね。そうです、そうです。まあ、基本的な話なんですね。はい。はい。わ、はい、かりました、はい。やっちゃった話なので、ね、はい。コメント欄で荒らさないように。荒らさないでください。はい。そしたら、三つ目ですね。はい。うちの子はなんで少ないんですか？他の子は多いのに。はい、そうなんですよ。僕、インスタで喋った子の内容を全部上げていってたんですよ。はい、はい、はい。で、たまたま、その子、本当に喋ってくれなくて、もう、すごい大変な思いをして、うんうんうん、その少なかったんですよ、はい、文章が。で、なんか他の子はすっごい文章多いのに、なんか私の時少なくないですか、うん、っていう苦情をいただきまして。うんうんうん、はい、なんですが、はい、答えによってあんまり喋らない子がいてたりとか、うん、質問する前から喋ってる子とかもいてるんですよ。はい、なので、答え差っていうのが大きいんですよってちょっと知っておいてもらいたいなっていう、うんうんうん、ことなんですよね。なるほど。まあ人間でもそうですよね。そうです。まあ無口な人は無口だし、はい、もうね、アホほど喋る人はアホほど喋るし、そうなんですよ。そこはしゃあないですよね。そうです。それが動物にもあるっていうだけの話というか。そうです。この喋ること喋らない子のなんでかっていうところはまたね、次の動画ででも撮ろうかなってちょっと思っております。なんか今の件に関してなんですけど、まあそういうのもやっぱ事前に説明されてても、まあ確かにインスタの投稿とか見てたらそう思っちゃうよなって思うんですけど。そう、ちゃんと言ってなかったんですよ。どういう説明をしといたら皆さんにとってはこう今後いいですかね。はい。お話しする子によって多く喋ってくれる子と、ちょっとあんまり喋らない子がいてるんですよっていうのを書いとくことです。うん。うん、まあ人間と一緒ですからねっていうことですよね。そうです。じゃあちょっと少なくても、あんまり喋ってくれなかったんだな。あ、確かにあんまり懐かないもんな。うん、みたいな、そんな感じになるんですよ。うん。うん。うん、はい。なるほど。ちゃんと説明しとったらええですよって。まあ、しくじり話ですからね。そうです。ちょっとね、プロになる前のね。はい。はい。しくじり話なので、ね、はい、今日は。はい。なるほど。っていうことですね。はい。怒られましたよっていう話です。はい、ちょっと、ニコニコしながら見てもらったらええっていう動画ですよね。そうですね。はい、コメント欄を荒らさない。荒らさないように。ということで。常識だろとかやめてください、ね。はい。はい、説明なんか、やっといて当たるやろとかいうのはちょっと。やめててくださいねっていう。わかりました。はい。ということで、じゃあ今回の動画で以上になります。はい。ありがとうございました。概要欄にある LINE アットに登録していただくと、ペットと話せる練習法を無料で公開してます。ぜひ登録してください。